を封鎖しましたので怪我人は出ていません。皆さんどうかご安心ください。あれは絶対に映画の撮影なんかじゃないよ。たくさんのチップが空から降ってきて1枚拾ったんだけど、あっという間に跡形もなく消えちゃったんだ。あの、それってクラークフィルムランドの事故のこと？ん、そうだけどどうして。ロビンさん、見間違いじゃないよね？緊張しないで。美しい夢の旅に変な思い出を残してごめんなさい。あなたが言っていたチップのことが気になって、もう少し詳しく話してもらえないかしら。うん、そのよく見るチップだよ。カラフルでジャラジャラって雨みたいに降ってきたんだ。そしてそのチップはそのまま消えてしまったのね。それは多分ハイリスケが長い時間をかけて準備してきた。え、ロビンさん、それってあのチップは全部演出だったってこと？これはまだ公開されていない技術なの。本当は調和セレモニーでお披露目するはずだったのだけれど、思わぬ形で外に漏れてしまったみたい。秘密にしておいてくれないかしら。その幻のチップの雨は私の公演で使う予定のものだから。そうだったんだ。それなら納得だよ。調和セレモニーを成功させるためだもん。全力で協力するね。ありがとう。お返しにちょっとしたプレゼントをあげるわ。このボタンは？調和セレモニーの特定のタイミングでそれを押せばサプライズがあるかもしれないよ。さて、他のゲストも困っているみたいだから私はこれで失礼するわ。引き続きこんなにたくさんの人変わって倍にしてるなんて。フィルムランドの騒ぎは本当に大きかったみたいね。